はい、どうもこんにちは、UTS のーです。やすです。今日はキングスで、はい、バイティ行きますか。ついにスピンに、はい、エアがちょっとストレートで安定してきた人はスピンに挑戦っていうことで、ね、スピンに挑戦していきたいと思うんで、はい、まだ皆さんの参考になればいいなと思って、今日はちょっとバイティ僕らもこう基本からまた見直していきたいと思います。はい、基本ですよね。そう、やっぱね、1080やるにしても180なんですよ。ああ、はいはいはい。7-2やるにしても180なんですよ。ああ、おそらく。なるほど。おそらく、はいはい、俺の感覚では、はい、まあ180サブロックできて7-2-1080-900みたいな感じになるんで、はい、まあまず基本の今日はじゃあ180をやっていけたらなと。はい、まあできたら例えば地形で遊ぶとか、まあキッカーでもかっこよくでね、バックサイド180なんて結構プロライダーはみんなねかっこよく飛んでってから。かっこいいね。ということで行ってみましょうか。やりましょうか。お願いします。ライン取りがね結構概念としては結構重要になってくるんだけど、なんでライン取り重要だっけっていう話やん。結構これ説明するのむずいんだけど、安的にはライン取りとはなぜ大事か、うん、スピンもターンの延長あだから、ああそうだから、だからこのクイズ形式みたいなそのラインで回転力つけるっていう意味では、こうやってトーサイドからヒールサイドに乗っていくと、ヒールサイドってこっちにターンしていく力が働くから、はい、こっちのオープンスピンが回転しやすい、うん、でバックサイドもヒールサイドから来てトーサイドに乗って、トーサイドってこっちにターン弧が力がいくから、そこに対して回転すると回しやすい、うん。フロント前エティ、フロント前エティはまあまあまっすぐ、まあライン取りね、まあ俺の場合は左サイドギャーッと滑ってきます、はいはい、でこの辺からターン入ってここからひたすらまっすぐ、うわっここからひたすらまっすぐで飛ぶという感じかな。はい、でまあよくあるダメな例っていうか、もう別にターンのことも何も考えずに行って、でなんか回したいからこの辺でいきなりこうやって切り替えたりするとパーンってまくられたりします。はいはいはい、登る手前でそのラインを取る、そこから登るときはまっすぐってことだね。まあ何かっていうと、そこでここでね、いきなり G がグンってくるんだよ、うん、ここで G がグッてくるから、ここでターンとかするとその G にまくられて、もうエッジが不安定になってターンって、よくこうまくられてる人とかはここでやられます。ここでこの辺ね、ここでターンの切り返したらダメっていう感じ。もう ここまでで終わらす。あとは上りはまっすぐ。ちょっとわざとやってもらったけど、はい、どうスピン。いや今のじゃ絶対回んないっす、ね、そうだよね、はい、エッジすごい食い込んでたもんね。遅いんだよね。そうっすね、遅いっすね、うん、でかかりすぎて、うん、ヒールがかかりすぎて回らない。もうそうだよね、うんうん。でヤスフロントやるときってヒールサイドに乗ってると思うけど、踏み方としては、はい、後ろ足こうフラットな感じ。あーそうですね、はい、俺もそうで、左足はちょっとヒール、あーはい、若干ね、確かにそう、うんうん、まあそんな感じだよね。それでまあその状態でまっすぐ登っていくっていう。
で、バックサイド180も一緒。この辺からビューンってターン、ヒールサイドで切って、ここからまっすぐ行くとうまくいきます。もう時間もぼちぼちなんで、俺の一本バックサイド180 OK。 じゃあ頼む、やつ先に B1、 イエーイ、一本勝負。うおよし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 なのかこれは。Yeah, yeah, yeah, yeah.まさかここで待ち受けとる。俺あのスッキリ後のスッキリみたいな。どうでしたか。いや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 、出そうなったね。出そうなった、危なかった。ねじったからね。超ねじったからね。ペッて。いや、よかったですね。大丈夫でした、なんとか、はい、最初あーつかめんわーってなったけど、それなんかつかめたから、あ、ひねろうみたいな。なるほど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイティー。なんかまとまりますね。まとまりましたね。実際1本ずつなんでね、毎回毎回ね、どっちか決めるね、2分の1で。いいっすね、俺らいいっすね。